こんにちは、セイクレッドグランドの YouTube です。いつもご覧いただきありがとうございます。昨日は久しぶりに動画の休みをいただきました。セイクレッドグランドのしんぼです。今回の動画では、先日依頼をいただいた NSR の88年型を例にとって、車高調整をショックユニットで行った場合とリンクのコネクティングロッドで行った場合の差について話をしていきます。冒頭の 2,3 分でそれらの説明を終えた後に、後半部分で余談といいますか、私が経験したこと、改造、カスタムの例を話してまいります。では早速、ショックユニットで車高調整を行った場合、それらは車体にどのような影響、動かし方をしているのか。これはですね、ショックユニットを伸ばすと当然車高は上がるんですけれども、これらはダンパーユニットよりも上側で車体を持ち上げます。一方、リンクのコネクティングロッドを変更した場合は、車体を固定した場合ですね、スイングアーム側を下に押し下げる、それによって車高が上がる。スイングアームが地面側に押し下げられるので、その反力として結果車体が上に持ち上がる、このような差があります。でこれはリンクの写真出しますけれども、ご覧いただいているようにコネクティングロッドを動かすとリンクが大きく動いて、それによってレバー比が変わってしまう。ショックユニットはリンクよりも上側でことが起きていますので、レバー比の変化はあまりなく、乗り味の変化が少なくて済む。この実際の事例として、数年前に56レーシングに在籍していた野口春樹くんの NSF250R で、鈴鹿の NSF チャレンジや NGK 杯っていうものを走った時に、リンクロッドで車高調整した時、その調整量が大きくなるとライダーから乗り味の変化が大きいので、元に戻したい、ショックユニット側で変えていきたいという話をされました。こういった事例から分かるように、変化量が大きくなってくるとショック側でいじった方が問題が起こらないということが言えます。ここまでがリンクについての話で、ここから先は今回の NSR の具体的な話と余談を進めてまいります。この88のフレームにガルアームをつけると、どのような組み合わせを行っても車高が大きく変わってしまって使い物にならなくなるので、いろんなところからリンクプレートが出ていたり、まあ、丸ごとで取り付け位置を変えたりというような苦労をしなければなりません。そこで、今後このような改造を行っていきたい方に向けて、私がなるべく小規模な変更だけで済むように部品を開発しまして、まずはリンクロッドのコネクティングロッドの長さを変えられるような調整可変ロッド、その次にショックユニットを合わせた、短くする必要があるんですけれども、短いショックユニットを作って、まとまり自然な車高を作り出すことができました。このリンクロッドを変えてショックユニットも変えてしまうと何が起きるかといえば、車高は補正したまま、こっち側がこうリンク側が動いて、ショックユニットもこのように動いて、見た目としては変化ないものの、リンクレバー比っていうものが大きく変わってきます。これがいいか悪いかっていうのは、その状況次第、車種次第なんですけれども、一般的に街乗りのバイクっていうものはリンクの奥、ストロークが深くなってくるとプログレッシブにですね、前進性を持った変化、大きな変化が現れます。それを嫌って一人乗りの場合は変化量の少ないところにリンクの動きを持ってくると、一人乗り用ですごく乗り味もいいし、動きもナチュラルに感じられる。サーキット向けについても同様のことが言えます。そういったことを踏まえて、今回はそのリンクのアームをですね、一人乗りに近いところに持っていく必要があって、実際にそれを行ってみました。車高を変えないままリンクのレバー比を変更させていくっていうのは、ガンマの500ガンマですね、これで初めて試してみたんですけれども、スプリングレートを変更しない、車高も変えない、しかしレバー比だけで変化させていくっていうことを試したら、かなり動きが変わって、状況次第ではもうガッチガチになるし、一方ではふにゃふにゃになるし、そのちょうどいい動き方っていうところをバネ交換じゃなくてリンク交換、リンクを変化させることで行うこともできます。これはですね、難しい面ありまして、知識のない方が行えばいいか悪いか判断つかなければ、その改造する意味もないですし、乗ってみて危ないということも起こり得ますので、
皆様に推奨するわけではないんですけれども、例えば忍者とか ZZRK であるようなダンパーユニットに遮光調整もついているけれどもリンクロッドでも変えられるという場合にはですね、こういった改造変更を行うことによって塗り味が大きく変わってご自分の好みが見つけられる可能性もあります。ですけれども、先ほど申しましたように必ずしもいい面があるわけではないので推奨はしておりません。この NSR はレバー比を変化させましたし、サーキットメイクということで一般的に 12-3 キロぐらいが NSR のよく使われるスプリングレートなんですけれども、それよりもかなり硬いバネを用意しました。他社でですね、 NSR の専門店さんでレバー比を変化させてスプリングレートを8キロから10キロ前後に収めるというお店を見たことありまして、その方と白煙祭りという日光サーキットで行われるイベントであって見せていただいて、そういうことならレバー比ってこの辺ですかっていう話をしたら、一発で私が考えた通りの値で相手の方も驚かれておりまして、しかしですね、使うてるバネを見ればリンクのレバー比っていうものはある程度想像がつくようになってきますので、そういった面白いこともありますし、やはり知識として知っているということは実際にリンクを作るかどうかは別にしても大切なことであると実感しております。レバー比の変化っていうものを考えずに行った、俗に言う解約っていうものがありまして、それはですね、先日依頼いただいて今改造を行っているんですけれども、 Z1 に Z1 をモノサス一本サスペンションに改造して GSX-R1100 のリンク周りを使っているという車両があるんですけれども、それをレバー比測定したところですね、レバー比はいくつでもいいんですけれども、使っているショックユニットが忍者900 でその忍者900のスプリングレートを使う場合、レバー比がですね全く合っていなかったわけです。で、測定した結果として、例えば10キロが適正だとしたら、今ついているバネは20キロぐらい倍ぐらい硬いっていうような恐ろしい値でして、で、試乗したバイク屋さんももう本当にリジットように全く動かないということを話されていて、当然10キロが求められる値なのに20キロがついてれば硬いわけですから全く話にならない。で、リンク側の変更しようと思うと車体側に溶接を行うだけでなくて、取り付け部分をまず用意して、取り付け部分を溶接してさらにリンクの変更を行っていくというかなり複雑な作業になるために、ダンパー側で動きを変えた方が安価で早く済むということで私どもの依頼がありました。私自身はリンクを作って変更していくということはまだあまり行っていないんですけれども、困った時にどれぐらいのものを入れたらいいのかとか、現状どういう問題点があるのかっていう把握したい場合は相談いただければ現車確認してレバー比測定してアドバイスをすることも可能です。このリンクのレバー比についてですけれども、以前の MotoGP に関する書籍を購入した時に、十数年前のトレンドとして 108% リンクというものがよく使われていると目にしたことがあります。これは例えばスタートが100、仮に10キロの場合だとしたら 8% 伸びるわけですから、後半部分では約、11キロ弱ぐらいのスプリングレートになるような、そういった硬さを持ったレバー比が使われているというふうに確認したんですけれども、その後実際ですね、森脇の MD600 とかっていう、JGP2 で使われてたフレームに関わった時に、そこにもやはり 108% リンクという設定がありました。皆様ですね、例えばこの車両のバネは10キロだ、20キロだ、例えば5キロだってなった場合、硬いバネ使ってる、柔らかいバネ使ってるっていういろいろな考え方が、捉え方があるんですけれども、実はそれはあまり意味をなさない話で、ダンパーユニット、ショックユニットのスプリングレートが何キロかっていうのは、それは一体どこに作用しているのか、ここでは具体的なことは申しませんけれども、結果としてそのスプリングレートは何をしているのかっていうことを考えれば、レートがいくつかっていうことはあまり考える必要がないわけですね。私がリンク現状のバネがいくつかわからない場合とか、一から車両を作らないといけないっていうようなことにかかったときは、考え方は逆で、ショックユニットのレートをいくつにするかではなくて、結果として、その結果何に作用しているのかっていう部分から考えを始めていけば、おのずと求められるスプリングレートが決まってきてしまう。フロントフォークについても同じ同様のことが言えます。で、それらはやはり自分自身の ZX9R というもののリンクをいじったり、いただいた依頼を、レバー比測定して走ってみて、このタイヤにはこれぐらいのレート、
モノショックだったらこうなるし、ツインショックならこの辺っていうものがデータとして体感としてありますので、そういったことを踏まえていくとバイクっていうものがいろいろ分かってくるようになります。最後に一番冒頭申しましたショックイントとリンク側で車高を変えた場合レバー比の変化が大きく変わるってことは、伝えたんですけれども、どちらを行っても絶対に変わってしまうというものは当然車高なんですが、このピボットの高さというものも変わってきてしまいます。このスイングアームの垂れ角の変化というものがアンチスクワットに大きな影響を与えて、大きい乗り味の変化というものは絶対に起こります。ですから適正な車高であったり、まあ、スプリングレートも含めてなんですけれども、リア周りのジオメトリー幾何学というものをしっかり分かっていなければ、良い車両は作れない。一般の方がご自分で調整する場合はいいんですけれども、私どものように大きく変化させていかないといけない場合についてはそれらの知識が求められるんだというふうに思います。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。いかがでしたでしょうか。当社は面白いをコンセプトとして仕事を行っております。私たちの考えを多くの皆様に知っていただくため他にも動画を配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。